平尾八三郎から1945年11月27日は、日本の実業家、教育者、政治家、住吉村に住まう。明治、大正、及び昭和初期に活躍し、移民制限を始めたブラジルに、大使経済的貢献により移住を確保しようと、海外移住組合連合会長だった平成が、紅白経済施設団長として、ブラジルに渡るなどした。 その功績により、1935年、ブラジルコメンダトール勲章。奈良購買組合の設立、大阪ロータリークラブの設立にも尽力。政治家の常並武次郎を講演し、研究をした。江南大学、江南高等学校、中学校の創立者でもある。東京商業学校第三部ロ他の同級生に、双葉亭氏名がいる。二人は主席を争った。 平尾八三郎は金文字会の会員であった。1930年に講演を行い、その講演をもとに漢字廃止論という本を出していた。1929年5月9日、貴族院本会議で文章として漢字廃止論を述べ、世上の二論議を読んだ。1936年3月25日、広田光輝内閣の文部大臣となった。 5月の貴族院本会議において漢字廃止論について質問されて、現在でも漢字廃止を信念としていることを明らかにした。平尾八三郎邸、小寺言語邸の道を挟んで南隣にあったが、現在そこには自ら創立した江南大学の平成記念セミナーハウスが立っている。ありがとうございます。